皆さんこんにちは、マカリーナです。今回はセリアンの刺し子付近マス刺しのこの四角いスペースの中のお花の模様の刺し方についての紹介です。このマス刺しの模様はセリアさんとホビーラホビーレさんのマス刺し2という柄で同じ柄が出ています。ここの部分の柄なのですが、どのように刺すのかなって思いませんか？それで今回はお花の刺し方と3種類のお花模様について紹介しています。それでは行ってみましょう。はい、まずこのお花模様をできれば一筆書きのように効率よく刺したいと思いますよね。人によってはお花を一つずつ刺していくという方もいらっしゃると思うのですが、今回は一筆書きのようにお花を刺していく方法をお伝えします。縫い方は縦と横、あと斜めを連続してしっかり縫うことで、裏側にも綺麗な模様を作りたいので、縫い方のコツは縦と横の線をまず縫って、このお花の移動の時に斜めの線を使うというやり方をします。とまずここから始めます。で、縦を1本縫って、横、長い横で横、それから縦の長い線、そして縦で、ここまで来たら今度斜めに縫います。斜めに縫って、また移動の時は斜めに縫って、で斜めに縫って、で斜めに縫って、それで最後にここの真ん中のお花を刺します。で斜めに縫って、で斜めという風に縫うと一筆書きのように縫えます。それでは実際に縫っていきます。はい、まずはじめに縦の線を縫っていきます。図案が細かいのですが、ここのお花の縦の線を縫って、次に横の線に移ります。横を縫ったら、次のお花に移るときは布と布の間を通して、それで今度は横に長く縫っていきます。これで横に縫えたので、今度は一番下のお花の横を縫います。布と布の間を通して次のお花に移って、でこれで横が縫えました。次は縦の長い線のところに移ります。でこの長い縦の線を縫っていきます。ちょっと連続して縫いました。はい、これで縦の線が縫えました。それで今度は右側のお花の縦の線を縫います。これで縦の線が縫い終わったので、今度は斜めの線を縫います。隣の斜めの線から斜めの線を縫っていきます。それで今度またこのお花の斜めの線を縫いながら、また違うお花に移動していきます。でまた斜めに縫って、それでまたこのお花の斜めの線を全部縫って、でここの右側のお花に移動します。この周りの4つのお花が完成しましたので、今度はこの真ん中のお花の斜めを縫って、はい、最後の斜めの線を縫って、はい、これでお花のモチーフ一つが完成しました。ピンクの糸で縫うのは、2目を1目にして縫ったお花です。このように
縦にちょんちょんとあった2目を一目にして縫います。先ほど説明したような縫い方で縫っていきます。ここのちょんとしたところはもうこのまま一目なのですが、お花の部分は全部2目を一目にしてどんどん縫っていきます。次は縦に長い線を縫っていきます。セリアのこの下書き線がとても細かいので、図案通りに縫うのが大変だなと思われる方は、このようなお花を2目一目で縫うのでかなり楽に縫えます。これで2目を一目にして縫ったお花ができました。はい、3つ目のお花は米刺しのように縫うお花です。縦と横を先ほどと同じように全部縫い終わったところです。次、斜めの線を縫うのですが、米刺しのように縫うときは斜めの線は2目で縫います。このような感じで2目、またここを2目、もう一つ縫うと、2目で縫うので交点のところが裏を1目縫う形になります。ちょっと全部縫っていきます。はい、これで3種類のお花ができました。赤いのが図案通りに縫ったもの、ピンク色が2目1目にして縫ったもの、お星様っぽい感じになっています。黄色で縫ったものが米刺しのように縫ったもので、米という感じのようになっているお花です。こちらは下書き線の縫い目がとても小さかったので縫うのがちょっと大変でした。このピンク色で縫ったのが2目を一目にして縫ったもの、縦横斜めの4本の刺し子糸が重なっているのでぷっくりとしています。黄色い糸で縫ったものが米刺しのようなお花です。縦横で斜めを2目で縫ったので、赤とピンク色の2つの要素を兼ね備えているので、このピンクのお花よりもすっきりとしています。で、このお花の裏側はこんな感じです。まず図案通りに縫ったお花は交点のところが重なって少し丸っぽい可愛らしい模様になっています。このピンクのお花の裏側は2目を一目にして縫ったので縫い目が少なめです。黄色い米刺しのようなお花の裏側はこのピンクのお花よりも少し縫い目が多くなっています。同じように縫ってもこのような違いがあります。皆様はどのお花の模様が好きですか？どれも可愛らしいですよね。図案通りに縫うと縫い目が小さくてちょっと大変だなと思われる方は、2目を一目にして縫ったお花や米刺しのように縫ったお花にすると少し楽に縫えますので、お好きなようにアレンジして縫ってみてください。マス刺しの刺し子付近は完成しましたら動画にアップしますので、楽しみにしてお待ちください。これでマス刺しの四角いスペースに入っているお花の刺し方と3種類の花の紹介を終わります。私のチャンネルでは主に刺し子の作品の作り方の紹介をしています。動画を良かったと思われたらいいねボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご意見やご感想がありましたらコメント欄にお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。